どうも、おやっと沢です。入江健です。今回は鹿屋市の人気大衆食堂、定食の店満腹亭さんをご紹介します。コスパよく地元のガテン系の労働者やサラリーマン、さらに近所の住民に人気のお店で、激うまなラーメンセットメニューをいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に日本の宮崎のラーメンもご紹介してますので、チャンネル登録お願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供は、ラーメンでたまったポッコリお腹いらしてみませんか。地域ナンバーワンの多彩なマシーン、専門トレーナーが丁寧に教えます。私、入江健もトレーニング始めました。愛らしソレイユタウン24時間営業のフィットネスジム、ヨロプロテイン週間始めてみませんか。溶けやすい、美味しい、続けやすい。本格的素材にこだわった3種類のソイプロテインのピュアパートナーの提供でお送りします。入江健ラーメンズクラブおよびこのチャンネルは、ご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など、何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。はい、入江です。今ですね、霧島市国分を鹿屋方面にね向かって走っておりますが、車載映像の音声の不具合でちょっとね今喋ってるんですけども、何も聞こえない状態ですね。今向かっているのは鹿屋市の人気店、定食のお店満腹亭さんにお邪魔しようと向かっています。ご覧の通りですね、ちょっと車がですね違いますね。僕のね愛車の車、スバルエクシーガスペック B ですね。こちら半年点検に出してまして、代車かつ試乗車としてお借りしている、スバルからねお借りしている車、新型のクロストレックに乗っています。いやー、新型やっぱめちゃくちゃいいですよね。この車ね、乗った瞬間にですね、ハンドルと足のですね置き場、もうこれがねジャストフィットするようなドライビングポジションですね。で、パワートレインはですね2リッター D01C デュアル AVCS 直噴エンジンにモーターが組み合わされた E ボクサーが搭載ですね。出力は145馬力に、6000rpm で、トルク、最大トルクは188ニュートンに 4000rpm と比較的高回転向けのエンジンということですね。でこの水平対向エンジンとモーターが組み合わせた、めちゃくちゃバランスがいい、走りやすい車です。そして、まあ、ハイブリッドにありがちですね。エンジンからモーター、モーターからエンジンに切り替わる際のこの違和感っていうのが全くなくて、本当にスムーズに切り替わって楽な走りを現実させてくれますね。そしてですね、前方にあるですねカメラ、これねスバルのお得意ですよね。アイサイト、新型の次世代アイサイトで広角単眼カメラを追加して、三眼カメラを国内初採用、より幅広いシーンでの安全運転をサポートするそうです。ということでね、ラーメン YouTuber なんであんまりね車のレビューって慣れてないので、なかなか難しいとこでありますが、南九州スバルさん、ぜひともね広告の方もよろしくお願いします。いろいろとね何か企画も考えてますので、ぜひともご協力の方、スバルさんお願いしますね。スバル大好きなんでお願いします。ということで、満腹亭さんなんですけども、撮影許可の方はいただいてなくて突撃になってきます。Google のね口コミなんかもすごく安くてめちゃくちゃ美味しいとかっていう書き込みもあったりね、チャーハンがうまいよっていうのもあったりします。さあ、どんなラーメンであるかね楽しみにしながら気をつけて行ってきます。さあ、場所は変わりまして鹿屋市串良町ですね。国道220号線を走ってます。あともう少しでね、定食の店満腹亭さんに着く模様です。このままね
走っていきます。さあ、先ほどのところからね、少し走ってきたところに目の前にね、表札が出てます。この表札のね、交差点の左前の方に満腹亭さんがあります。もう少ししたら見えてくるかなっていう感じで、ちょっと走っていきますと、この信号かな、見えるかな、今赤停止になってますね。左側にですね、お店があります。さあ、赤信号から青信号になって左折していくと、右手の方にお店があります。結構ね、もうちょっと12時回ってる時間帯なんで、撮影許可の方をいただけるかどうかわかんないんですけども、もうね、結構車もね止まってまして、お客さんが多い様子です。狭いところにね、駐車をしようと思っています。さあ、バックしていきます。狭いとこです。このね、クロストレックのアイサイトをですね、まあ、スバルで初めてっていう風にこうセールスマンが言ってましたけども、上空から見たね、車の状態が見えるみたいで、本当にね、四隅にこうよく見える、どういう自分の車で、ね、どういう状態か分かる感じで停車できます。こんな感じでね、車が上から見たような感じで停車ができます。さあ、到着です。すいません、私鹿児島のラーメンを YouTube で配信しながら食べながら回ってて、食べるところを撮りたいんですけども、いいですか？どうぞ。ありがとうございます。入江と言います。よろしくお願いします。荷物をちょっと取ってきますので。よし、撮影 OK でした。よし、東九州自動車道鹿児島区間、細山田インターから車で15分くらいのところにあります鹿屋市串良町、定食の店満腹亭さんにお邪魔します。さあ、撮影許可いただいたので入ってみましょう。よし、よろしくお願いします。こちらが満腹亭さんのメニューになります。たくさんの定食メニュー、そしてラーメンメニューにラーメンセットメニューや丼物ですね。今回この中から味噌ラーメンにチャーシュー増し、さらにチャーハンのセットメニューでオーダーしました。しばらく待っていると着丼です。さあ、いただきますということで、まずはスープから。このスープ熱々でめちゃうま。しっかりと抽出されたあっさりめの動物系のスープに寄り添うほどの味噌の風味とパンチのある辛みが印象的。スープのベースは鶏ガラ、そこに赤味噌と白味噌をブレンドし弱火で焼きを入れたもの。辛みだれは豆板醤をメインに4、5種類を調合したもの。あっさりめのスープにパンチの効く辛みだが、そのパンチを効かすにもちょうどいい辛みとスープとの相性が良く、めちゃくちゃうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は中太縮れ麺。この麺うまい。スクエア形状で表面はつるっとした麺、ソフトな口当たりでもっちり食感。麺とスープとの相性が良く、麺がしっかりスープを持ち上げ口まで運ぶと、麺のもちもち感とともに
スープの辛うまみが口の中で広がります。めちゃくちゃうまく、のど越しもいい麺、じゃんじゃん最初からいけちゃいます。そんなうまい麺の後はチャーハン。このチャーハン超うま。油控えめでパラパラ食感、米と具材の辛みがよく、塩加減は絶妙でめちゃくちゃうまい。卵の風味うまみとともに全体のうまみのバランスもよく、最初からじゃんじゃんチャーハンいけちゃいます。さあチャーハンガンガンかっくらっていきます。めちゃくちゃうまい。そんなうまいチャーハンの後はスープを再度出撃。この満腹亭さんの味噌ラーメンのスープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシュー。一口目でパクリといただけば、このチャーシューうまい。柔らか食感で口に含んだだけでとろけるタイプ、口どけの柔らかさ。そんなうまいチャーシューもう一口パクパクと食らっていきます。そんなトロトロ食感のチャーシューと麺ともやしを箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、いやこれめちゃうま。チャーシューのトロッとした食感の後に麺のもちもち感、絶妙な湯がき加減のもやしのシャキッと食感がうまい。ってなわけでラーメンの中盤戦に持ち込む前にチャーハンを食らっていきましょう。このチャーハンうまくて、お客さんの中ではチャーハンだけをオーダーするお客さんも多いそうです。めちゃくちゃうまくて一気にチャーハンを完食です。さあラーメンを箸に戻して、中盤から終盤にかかってじゃんじゃんズルズルツルツルと麺をかっくらっていき、チャーシューもやしとともにさらに麺をくらっていきます。最後もスパークしながら最後の一口の麺をすすったならば、スープを飲み干していきましょう。そんな定食の店満腹亭さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。今回も会員完食です。ごちそうさまでした。創業40年、地域の常連さんがたくさん駆けつけるお店。特に店頭前にあるおすすめのセットメニューはリーズナブルでコスパ最高。今回動画の中にはちょっと出てませんでしたけども、今回このセットメニューっていうのはドアのところにあってあったおすすめの今日のセットメニューというところにありました。たくさんのメニューがありますので、ご家族連れでも楽しめる美味しいお店だと思いますよ。わっぜ、うまかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでね、鹿屋市串良にあります満腹亭さんにね、食べに来まして、チャーハンラーメンセット、ラーメンチャーハンセットかな、いただきました。めちゃうまかったです。スープがラーメンのスープめちゃくちゃあっさりで、辛みの入ったスープなんですけども、そこまでね辛くなくて、本当のパンチがちょっと効かしたぐらいの辛みのあるスープでした。スープ自体がね本当にあっさりしていて飲みやすいスープで、そこに辛みをちょっとペーストを入れた感じのスープでしたね。それに合わせた麺は本当にソフト感のあるもちもち麺で、あのやわ麺ですよね。それがね本当にスープしっかり持ち上げて、そのやわ麺とスープの旨味のこう相性めちゃくちゃ良かったです。チャーシューがすごく柔らかくて、口に入れた瞬間にねとろっとする感じの美味しいチャーシューでした。そして一緒に出されたあのチャーハンもね、このチャーハン絶品でしたね。もうどんどんねチャーハンが今売れてる状況なんですけどもね、あのチャーハン本当にこう全体的にこう火がしっかりコーティングされた感じで、パラパラ感のあるチャーハンで、もご飯もねもっちりしていて、塩加減もちょうどいい感じのチャーハンで、めちゃくちゃうまいチャーハンでした。はい、ということで鹿屋市串良の方に来られたら、ぜひともね、満腹亭さんの方にね食べに来ていただければなと思います。それではまた。